あろうと思ったんだけど。こっちもね、怒りたくないからさ、みんなに言うよ。朝が来ました。人初外日みたのいな襲発撃言をはしてるあり新ま占せん。いを、どうやって2新占番いと取るのか3説が明してくれ、ま発言ず。します。はい。1ち日ゃん目のと1週目新よろし占くおい願のい発し言してまくす。れ。この1なので、自分の考え方を一つだけ落として終わりたいと思います。私はですね、初動の、進行論の言い合い、意見のぶつかり合い、ここって無駄だと思っていて、ここからは、正確な人外要素って拾えなくて感情とか生まれてくるので、そうですね、1週目の中盤あたりぐらいまでは、まあ、進行論の殴り合いは、ほぼほぼ考慮しないです。で、盤面が固まってくる、もしくは、中盤から、進行論以外の精査が落ちてきた段階で、精査しようと思っています。まあ、1日目って2週目だと思うので、いいですか、こんな感じで。はい、まあ、明らか初旬で、違和感のあることをめちゃめちゃ言ってる人に関しては、その限りではないですとだけ言っておきます。以上。3番さんが発言します。いやー、ちょっと質問聞き忘れたんですけど、長文説明っていうのはよくちょっと分かんなかったけど、なんか説明しますって聞いたから言ってくれるかなと思って長今文始まっちゃっ説明ったんてで、何なんですかか？すいません。そうですね、2番さんが言った、その進行論に対して言うみたいな最初の発言、その精査は僕は必要だと思ってて、分からん人用です、天ぷら君。そうと思ってて、それは、言わないと結局落ちないから言う必要はあるかなと思って、それを別に黒く思うか先生、白わく思かうらかん、は、不要でそれす。は自分の判断でいいんだけど、やっぱその意見の言い合いっていうのはないよりかあった方がいいから、そこが僕は2番さんと違うなと思って、やっぱその自分の考え言うのは必要だと思ってます。で、そうですね。まあ、そのね、白黒あんまり言わない人の方が僕は狼があると思ってるタイプだから、言わないっていうと分かんなくなっちゃうから嫌だなと思ってます。4番さんが発言します。お願いします。まあ、2番は村でいいかな、現状。2番は村おきしてる。勝手にだけど。で、3はわかんない。どれもあるって感じ。2番の発言の余裕さ加減が普通に村っぽい。3はちょっと震えてる感じと、ちょっと発言節々に、なんか発言が力んでる感じがしたから、結構3番はあるんじゃないかな。人狼を持ってる可能性結構高いと思うな。ぐらいかな。多分俺と同じこと思ってる人多いと思うよ。5番さんが発言します。はい。私、占い師で4白でした。まあ、2、3、特に何もないっすね。2週目っすかね。まあ、役職の動きは任せますって感じですね。ムラリがあると思うムーブしてください。まあ、逆に言うとね、ムラリ、まあ、例えば、霊の二人とか出てきて、なんか、ムラリがないムーブとかしてたら、全然決め打つよね。そいつにしてたって言って。ムラリあるムーブしましょうぜ。って感じですよね。四白把握お願いします。6番さんが発言します。
まあ、2番さんの白受けまではいけないけど、俺も2番さん初日積んなくていいかなぐらいな感想を抱いていて、なぜなら、俺と考え方が同じだからですね。進行論っていうか考え方が同じですよね。別に進行論の違いから色黒白黒ってつかないと思ってるし、結局それで殴り合っても、あ、進行論の違い出てねえって済むような議論でしょ。だったらやんなくていいと思ってるから、2番さんがそれを分かって精査してくれるなら、まあ村だったら落ちると思うし、まあ、人外でも俺残していいと思ってる、こういう人。ちゃんと、面白いゲームになると思ってる。残したら。でさ、で、サンバさんが、声は触れてないよ。声は触れてないけど、なんか白黒をつける人が、なんか人外行動してないって言ってるけど、あなたなんか2番さんに対して今日釣りたくないとか、白いとか黒いとかの精査をサンバさん自身で落としましたか？なんか単純に2の意見で、いや、進行論の違いで色落ちることあるよ、みたいな。2番さんに対しての反対意見を言っただけで、別に2に対する白黒は3番さん自身言ってないけど、3番さんが人外だからやんなかったんですか？あなたの発言です。はい、4番の人は3番でどこが声震えてんのかな、全然わからないんですけど。妹さんも普通に話してる感じに聞こえますけど、中身は聞けば6名取る人もいるのかもしれないけど、この差も普通でしたけどね。うん。これ、一角すんのかなってぐらいの勢いの。漫画4番なんかの人外だと思って囲ってる人までも、取れるようなぐらい、4番の発言がわけわからなかったですし。3番の声は震えてなかったと思いますけどね。俺も気のせい、6も震えてないって言ってるよね。ちゃんとわけわかるように言ってほしい。わけわかんないこと言われてもわけわかんないんだよ。実際に起こってないことを言われても、それじゃあ正しい評価じゃないと思います。4が3に対して評価。はい。まあ、6に言うと2番が人外だったらどうするんですかって同じ考えでも、はい。8番、3が発言します。まあ、6番さんもこれ3番に声震えてないっておっしゃってましたからね。7番これ村ですね、これ。これ7番村だと思います。で、6番の2番人外を残していいと面白いです。これどっちで言ってるかなんよね。これ人外でも、この叩かれると分かっててやるのか、これ村で果たしてやるのかってところですよね。3番は声震えてなかった。狼あるんですかね、ちょっと。どうなんですかね。みたいな精査を許容してるのがわけわかんないと僕は思ってます。6番とか特に。なんか7番までいいかなって。9番さんが発言します。まあ自分も声震えてると思わなかったですけど、そもそも声震えてるから人外なんですかって思って、なんかどうでもいいことで話してるなって思って、まあ2番さんの言ってることはなんか進行論のぶつかり合いは無駄って言って、なんか自分の理解としては、まあ、白黒進行論のぶつかり合ってもなんか白黒つかねえだろうっていう意見は、まあ、2番さんの分かる、うん。でもその、進行論を全く言わないのは、3番さんが言う、ないよりはあった方、進行論あった方がいいっていうのは、まあ、科目になりやすくなるから、進行論を言わないと。だからそこで要素とかが拾えなくなって、その、言った方がいいっていうのは分かるけど、なんか、そこに飛躍して白黒言った方がいいっていう感じのは、なんかちょっと飛躍に感じたかな。うん。あった方の方がいいのは事実だけどね。だからもう、現状さ、裏返し先の4番なんだけどさ、すごく、なんで2番を村置きできんだって思っちゃってで3番をなんでそれで人外置きできんのかがわけわかんないから4番がすげえ。1番さんが発言します。はい、お願いします。占い師5番白結果です。なんだろうな、現状6、7以外から行こうかなと思ってます。グレーだったら結構ね4番で囲った臭いんだよな。2番が村でいいってあの段階下で起きるのと3番が声震えた、これみんな指摘してるけど声震えてないのに、まあ、震えてたっていうのがそれがなんか怪しい要素に直結するかって考えた時になんか中身を精査してないんだよね4番って。その3番が喋った内容を精査してないから
普通に4番が変なんだよ。で、6番が2番に対して、これ6番2番ローローがないと思ってるから、なんか6番が2番に対して、これ人外でも保存していいっていう、な6番から2番の投げかけが相当なんか6番2番に見えないから、まあ、6番は2番の人外も追いかけつつっていう自分の視点がいいから、まあ、6番は保存していいのと、7番は普通に2番と3番の精査で4番の突っ込みが結構的だったから、まあ、7番、6番、7番以外から行こうかなと思ってます。はい、以上。2番さんが発言します。はい、仕様を把握しました。5番さん、チャット編集、仕様編集してもらっていいですか？分かりづらいんで。で、そっか、3番が霊能なんですね。グレーで一番気になったかなと思ったのは8番ですね。8番って、7をなんか理由なしに村って言ったんですよね。その理由言わないにしても文脈ではちょっと汲み取れなかったし、その辺2周目で言ってもらえないと、うんって感じですね。8番が一番、印象として良くないかな。9番って、678から流れてきた3番の声が震えてる、震えてな、あ、震えてる理論を、まあ、逆説で捉えた、人間なので、9番というよりは、やっぱり8番、6、7に乗っかってる8が気になるかなっていう感じ。まあ、9のね、震えてるから人外なんですかっていうの、すごく理解できるし。そうだね。8が7についてしろって言ってる理由がわからん。で、まあ、6について、5、4とかいいんでね。6について触れるのであれば、まあ、3目線、さすがに2番手で僕に対して、まあ、進行論じゃ精査しないですよって言っただけしか言ってない僕に対して白黒つけることは難しいから、まあ、そこに突っつくのはちょっとかわいそうかなって思ったが、まあ、3番は僕に対してそれを言うんだったら、まあ、2番目じゃ無理じゃん、君っていう、まあ、霊能なんで。3番さんが発言します。まあ、4番さんのフォローじゃないけど、まあ、張り切ってたら、まあ、張り切ってる感じの声で喋ってたかなと思うから、まあ、そこ、キシスラ嘘でしょ、確定でいいの？もう5番がもう、いやいや、そうだよね。そうなるよね。5番が死んで絶対見えないんだけど、俺。騎士でなんで4スラっていう必要もあったか。4番さんって別に、なんだろうな。すごく村っぽいわけでもない中で、なんで言ったん？まあでもね、僕思うのは人狼が潜伏はしてると思うんだよ。さすがに、狂人がいれば僕の太鼓出てくると思ってるから。だからそうなった時って、まあ、語が強だなって僕は思ってたんだけどね。今日決め打っていい？騎士。騎士決め打ったら七番さん噛まれちゃう？噛まれる？いや、ここは僕、騎士信用できないんですよね。四城の理由が全く騎士でやる理由がないと思うんですよね。そんな目立つ行動する必要が、騎士ってどこにあるっていう。まあ、それはまあ、一番さ、今確定したんで、まあ、グレーから行くのか、一番さ、目線は強人だもんね。あ、今日は騎士もあるのか。まあ、グレーでは僕、ちょっと怪しいなって思ってる人はいるんですけど、まあ、今日は言わんかな、自分の口からは。はい。まあ、じゃあ、一番さんに任せます。僕はまあ、5なあったら5行きたいなって感じですね。4番さんが発言します。うん。まあ、5と7も統一で1でいいと思うけど。普通に。なんか一番噛まれる方があれだし、クロス声って俺せこいと思ってるから、ぶっちゃけ。多分きついと思うよ、クロス声、人外目線って。だからもう、クロス声はね、もう、やるべきじゃないと思う、普通に。ね、かわいそうだもん。
人外が。うん。だから村をちょっと挟んであげよう。うん。こと何に。うん。まあ俺はこれを人外で言ってるんだったら。ごはん村セラ？オッケー。あ、ごはん村セラなんだ。そうなんだ。じゃあいいや、5番白置き。一旦5番白で置こう。グレーズリーに入ろうとしてる構図だから、白置きでいいや、5は。2もいいや、2も白置き。で、6はワンチャン狼あるけど、本線8、9と見てんだよね。まあ、俺の考察間違ってても2と5に1匹狼って感じだけど、多分まあ、合ってると思うよ。2、5、白、白で合ってて、で、6、一番6番裏になってほしい。俺、8、9、ロロで合ってるから。それでいいな。うん、それでいいよ。OK、それでいい、それでいこう。8、9、ロロ。5は今のこれで今のこれで白置き。で、2は、2周目も白かったから、白で、村はじき。5番さんが発言します。まあ、これ4人外でしょうね。うん、か4ローじゃないですか。あの、サンマさんなんでそんなムーブすんのって言われたんですけど、それ占い師近くさせたかったから、人狼っぽいとこに白出したっていうことですね。あの、4番ってだってなんか、2村置き ?3 人外置きって言ったんだっけ？どっちが逆だっけ ?3 村置き2人外置きしたんだっけ？忘れたけど、どっちがどっちか。まあ、4番の初日の1週目のね、発言、正直、なんか根拠もなく村置き人外置きしてて、は怪しいなと思ったんで、まあ、とりあえず4に白出してみますよと。まあ、それで平和村になっちゃってるんで、これ、4、ローじゃないですか、ワンちゃん。なんか今の発言も、僕が1の白なのね、分かってない、把握してないじゃないですか、でもさて。今日、めちゃめちゃ人外っぽいんで、4釣りっすね。まあ、ワンちゃん自ら釣られに来た。当人もあるんじゃないですか。平安村になったのを見て、わざと破綻して、破綻っていうか、お城、マーク漏れをわざとして、あの、なんか、わざと、振られに来た強人説もある。まあ、どっちにしろ、どっちの、ローも今日もある位置なんで、まあ、今日は僕4釣りでいいと思いますね。はい。うん。そんな感じです。6番さんが発言します。まあ4釣りか。今4番さんの中で、まあ2、5は白置きして、で4、5、4もなんだろう、村だったら、まあ6、8、9が人外って形になるけど、4番さんの中で8、9は強く人外と思ってんだよな。で、ミスってたとしても2、5どっちかに巨人人狼って形かっつってるから、4番さんの中で6は占ってほしい。6はなんか、色測れてないんじゃない ?6 だけ。村か人外か。書かれてないから、よく占ってほしい。間違ってるかもしれない。2号と近い陣がいるかもしれないけど、現状8、9だ程度だから、視点破綻しているように聞こえて、してはいないなと思いました。で、9番さんが釣りたいです。9番さんが釣りたくて、いや、4番さんなんてどうでもよくね、そんなに。4の発言掘り下げて、そんな誰でも分かっていくから、なんか、そんな発言してほしくなくて、だったら、俺がなんか2を陣外でもいいから釣りたくないとか言った発言とか、いろいろ触れるとこあったと思うんだよ。7がそれで、6はなんか、違う、8か。8が6に対して、いや、人外でも言うか、みたいな発言とか、もっと考察できるところがあったと思うよ。あったと思うけど、それをせずに、なんか4番さんっていう、めちゃくちゃ発言しやすい。あんな人外にしては。言っとけばなんか落ちてはなくなるんだから。そんなどうでもいいんだよ。4番さんなんて、4番さんなんて言ってたら失礼か。4番さんの発言なんてもう分かってんだよ。それは変なんで。そんなの分かってること言わないで。と思いました。どう思ったか言わないのがめちゃくちゃ臭かった。6、7、8のちゃんとした議論。ちゃんとしてもいねえかね。まあでも、そっちの方が言った方が良かったんじゃないかなって思った。キューバさんが確定で、あの感じは人外だと思って、1番さんには2か、4はね、占い希望か。4は釣りたくねえな。4よりでも9の方が釣りたい、まだ。
釣りたくねえのやつか、9の方が陣外だと思う。ユバさんが釣りたいです。あなたの発言です。はい、4番釣りで、はい、うん、あの5番を白置きする、いやないんですよ、1は5白だから、5番をなんか黒を追ってる精査してるから4番釣りましょう。4番の発言だとこう言いました、うん、陣外にクロス防衛するとなのでハンデを与えるそうなんで、うん、あ、じゃあ4番さんが村主張するなら地釣りしてください。陣外にハンデ与えましょう。4釣りね、地釣りしろ、必ず釣るから明日、うん、2689言っても俺が1本あの絶対に4指定するから、何になっても、うん、言ったでしょ、陣外にハンデ与えるんでしょ、うん、だから今日絶対地釣りしてね、男に二号がないよね、うん、そう言ったんだから地釣りしろ、うん、しなかったらもう4番に行けないだろ、もう陣外、もうそいつする、もう俺4番に行かないやつはもう陣外、確定陣外、もう許さないから、まずそりゃそうでしょ、あの発言で4番を村だと思ってんの、他するの4しかないでしょ、もう4釣り行けないやつは確定陣外、明日俺に制裁釣りされても文句言うなよ、4釣り、うん、4番は地釣りしなさいね、陣外にハンデ与えましょうよ、4番さん、村市長するならそう地釣りしてくれたら陣外にハンデ与えるんじゃないですか、あなたが市民をね気取ってるんだったら、うん、陣外にハンデ与えましょうよ、4番、4番釣りましょう、地釣りしましょうね、あ、投票したらね、あなた確定陣外だから、うん、だって陣外にハンデ与えるんでしょ、何してんのなんだろうね、うん、村でそんなこと言うやついないから、4釣り、地釣りしましょうね、陣外にハンデ与えればいいじゃん、4番さん、うん、他に投票したらさ、発言と行動が合ってませんよ、陣外にハンデ与えましょう、4番さん、うん、市民市長するなら地釣りしたら陣外にハンデ与えることになるんで、はい、まあ、ていうかまあ1番は決めればいいですけども、まあ4番は何かの確定陣外なんだから、今日釣るか明日釣るかは1番が決めれば、まあ俺は釣りを進めます、はい、8番さんが発言します。6番、4番9番比較して9番から、人間の思考じゃないでしょ、この4番の発言聞いて9番から、人間じゃないでしょ、破綻してない、破綻してる云々じゃなくって、4番って結局3番陣がいて3番0の確定してて、で4番の白打ちから部屋前になったんやで、起こせないだろ、どう考えても。なんか1周目から4番の男と様とか陣外でも2残していいとか、あと落ちていってんかなと思って、今確信したら陣外でいってるわ、6番は。で2番に関しては8の7村置きがわからんって、元老から組み取れんって言ってるけど、じゃあ4番とかどう思ったの、4番ってほぼ声色でほぼ理由なく2番の子供もらう気したんやで。で、それは許容できて、俺の7のもらう気は許容できんの。じゃあ理由言ってあげようか。どう考えても4番の1周目の発言っておかしかったじゃん。あんなん芸能精査でもフィーリング精査でも何のそれ以下の考察しとるやん。で、そこに関して5番は何も言わんと、6番もほぼノータッチでしょ。7番がそれをまっとうに指摘してた。それ7番村に見えるやろ。だから何しおっしゃってるのか分かんないですよね、246の方々たちは。9番さんが発言します。6番さん、4番の行動をもう一度言うよ。4番って最初の3番目の発言で2番村置きで3番陣外って言ったんだよ。で、それで2周目になったときに、いやもう村でもダメ、こんな発言してたら座れるってこと、お仕置き、占い師じゃなくて学習しないから無理、をあのスライドみたいな感じして1の5白もハードボールデンだから無理、ちゃんと ゲームしろって話、まあ、1が5白って出てるからっていうのもあるかもしれないけど、2、5白置きみたいな、まあ、5はマックス強靭だから、まあ、分かるっちゃ分かる部分もあるんだけど、でもそれでなおかつだから5が騎士のとき、騎士行ってるときにクロス声、狼に不利になるからクロス声やめましょうよ。じゃあ、自分で村立ててクロス声禁止の村にしてくださいよっていう話でしょ。そんな、レギュレーション的に。
それを、もう、それを やんない方がいいですよっていうのは、もう完璧村切りがないような行動の発言を残してるわけよ。で、それで4よりも9が釣りたいですって、6番って何なのよって思うよ。だから明らかにおかしい存在である4を、あなたも突っ込んでましたよね、6番さん。で、突っ込んで、4に突っ込んでて、その6、7、8に突っ込まないのおかしいって、6、7、8がそれ4に突っ込んでておかしい発言残してないんだから、突っ込む必要ないでしょ。4が明らかにおかしいんだから。強いてあげるとしたら、8がなんか7をすごい完璧村置きしてるぐらいじゃない？触れられるって言ったら。そんなおかしい発言しないんだから。って思ったわ。それで6、7、8に触れない9が怪しいって、4のおかしい要素と比べて9釣りたいなの？って思ったわ、もう。はい、4釣りたいと思います。6は明らかおかしいよ。はい。1番が決めたら、4さらに恐ろしい進行を取るんだったら、まあ、okay、 まあ、今日は4番指定しますね。まあ、どのうち4番釣ろうと思ってたんで、まあ、まあ、別に4番釣ります。邪魔でしかないから、まあ、生き残っても変なところに行って、かく乱するとか邪魔だから。ロゴだったら邪魔だから。6番、2番は本当にないと思ってるから、6番、2番ロールはないから、一見すると4、8、4、9に見えるけど。とりあえず今日は4番しか OK で、別に白めくれても、4番で白めくれてもいいかなって思ってるから。いや、いい。占い先はもう決まってるので。5番の黒を追ったりとか。うん、5番ね、強靭だったときね、なんかスライドがもうちょっと、別に5番強靭置きでも別に構わん。だからね、5番が本当に市民だったときって、明日スライドしてほしいんだよね、どっちかっていうと。明日スライドするべきだから、まあなんか、なんだろう、俺が噛まれることを懸念して今日スライドしたっていう可能性もあるけど、まあ俺はほぼ5番の強靭、わからん、どっちかわからん。マジで。俺もそういうムーブしてたから、1番の1つの占い結果落とそう。4番確定陣外。だからあと1なら使える。ただ3日目に勝負。別に強靭って追いながら、別にどっか詰めたらいいと思って。4番はもう村だったらもう4番が悪いから、もうこれはいい。もう5番詰める必要ないもん。5番を詰める必要はないです。はい、今日4番処刑の、4番はもう発言がもう釣りレベルの発言。もう村でももう釣り。5番の白を忘れて5番の黒を追ってるような感じしてるから。占ってから進行を話すわ。はい、2番については白を追ってる。ちなみに占った後、黒を追ってる可能性は。俺はまだちょっと自分の発言ターンで多分結果出さないんで、よろしくお願いします。あ、いいです。1番を守るだけなんで、僕の仕事は。まあ、投票行動が4一本になるけど、投票してください。アバターここからが辛いと思う。ライン切ってる89なのか、ライン作ってる26なのか。まあ、4番は強靭なのか、そもそも。本当に津村、まあもう追わなくていいと思う。いや、これをもう4番がやってるならもう無理。あまりにも、投票を終了しました。村を、これを村で追ってもゲームにならない。追放されるのは、4番、3です。4番、3が発言します。いや、6番さんがちょっと、ちょっと、なんで俺つんの？全員俺や。全員俺やね。まあ、確かに、まあ、ハンデってダメだよ。クロスボーイはやっちゃダメだよ。絶対に。せこいから、クロスボーイなんて。だからクロスボーイは、もう、この人狼ゲーム界隈からなくすべき。クロスゴエこの前、龍馬森やって、もう新騎士大体分かってんのに、新騎士が守らなかったから。これで固めはダメ。ダメ、クロスゴエは絶対ダメ。ギリギリ勝った気がするけども。で、5番はもう白木。言ってんだもん、言ってんじゃん。行動面白だって。もちろん1の5白は知ってるよ。だけどもう、その5白がなくても5番は白い行動で。で、2番も白いし。なら、6、8、9に色なんだよね、これね。色8にね。5番は白いじゃない。5番は強靭ではないの。いらないって、味は、そういうのは。5番は強靭ではないが、多分正解なんですよ、正解は。夜になりました。プレイする対象のアバターをタップして選択してください。もうギャンブルしないよ。
それで負けたら負けたで仕方がないっていう、納得して終わってほしいから。1番が噛まれた場合に村がもうゲームに慣れたらない。1番の結果が1つ落ちて勝ち負け決めてほしいから、それで納得してほしいから。もう悔いがない意味を選ぶんです。そのままお待ちください。はい、格好つけて3守りとかやってグッジョブが起こったとて、一番を噛まれるリスクを取ることは正しいことではないし、ゲームを他のメンバー楽しんでもらいたいので、僕は本当に村でもさよなら無理振られるレベル、まあ3番噛まれるのに気がするけど、ドンクロだと思うけど、やっぱり昨夜襲撃されたのは7番3です。まさかの4しろ、これ4番村だったら本当にやばいからいいよ。8番3が発言します。これだったら多分噛むよね。はい、結果はおい、笑ったドンクロ、だから絶対4番は確定人外だから、もうおかしいもん発言が、もう絶対おかしいもん。聞こえない？聞こえない？聞こえてますか？聞こえてますかね？あ、ドンクロ。まあ、246でしょうね。てか、246にしか見えてなかったんだけど。2番、3が自首しました。試合終了、勝利しました。